で、ベイトに求めるのはスピニングよりもどうしても、1回の糸巻き量が少ないことをプラスと考えると、1メートルの間をジグをどんだけ刻むことができるか、要はボトムで餌を見せれるかっていうことが可能になりやすいので、細かいピッチで僕の場合はしゃくります。で、怒りのこの1番自体もただ柔らかいだけではなく、怒りブランクの高強度、高反発、高感度っていうところを生かす設計にして、 60g、80g、100g、120g ぐらいまでが使いやすいで楽しめるロットで、しっかりジグを動かせれるロット。今ちょっとショートの 100g、バールヒルさんのところのジグを使ってます。半回転とかで細かく刻むこともできるし、ベイトでこういうテクニカルなところがしやすい。だからマダイジギング、まあ大阪湾で言ったらマダイジギングとかの場合は、1メーターの間でどんだけジグを踊らすことができるかっていうところでは非常に使えるロットですね。それ以外にも通常のジギングで、ライトジギングで早く巻くだけのハイピッチで上げるばっかりじゃなくて、左右に細かく振った方がよく食うよ、ちっちゃいコロッとしたジグとかを使う時にも非常に使いやすいと思いますね。ちっちゃい方が反応良さそうやね、明らかにね。ベイトで下げようか。ボーズレスさんのところのタングステン 100g チェンジです。まあ、最初に、いろんな魚種が釣れた時に、65のショートジグやったんで、水深があるんで、シルエットは小さくて重いやつっていうところでタングステンの100にチェンジしました。で、シルエットは細身を選んでます。これでよかったら 80g でもいいのかなっていう気はしてるんやけども、ごめん食ったホールで食ったね。シルエット小さくした一発やったね。お、来た、見えてきたよ、見えてきたよ、見えてきたよ。ガッシーや、ガッシー、かわいいガッシー、これすぐ逃がしたろ。かわいい、こんなもんも連れてきてしまう。よっしゃ、はい、逃がします。大丈夫かな、行ったね、よっしゃ。ガッシーが釣れてるっていうことはまだちょっと潮が動いてないからこれからですよ、本番は。なんじゃ、ホールが止まったで。けど下から15ぐらいやったんやけどな。やべえ、イカ釣れた、イカー、イカ釣れたイカ釣れたほんまやね、ポール止まったからね、綺麗です。こもうめっちゃ針もうバッチリ入ってるやんか。美味しいと思うよ、これは。これは美味しいよ、ライトジギングやね、これも。あのイカおるんやったら、あれ食ってるやつおらんかな。惜しかった、今のいいね、今のいい当たりやったね。追いかけてきてるコンコンやったから、きっと楽しいサイズ、コン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 してるし。あ、レンコか。こんなん想像しながら上げてくんのもライトジギングの楽しさ。はい、レンコ、かわいい、かわいいです、かわいいです。これもライトジギングの楽しさ。レンコちゃん、あ、これマダイや、尻尾黒い、わかるかな、これ真っ黒でしょ。うん、マダイの子、よいしょ、いった、はい、帰りました、ありがとうございます。で、ちゃんと釣れたらリーダーチェックしといて、よし、行こう。あ、いいね、調子よくなってきたね、いろんなの釣れるね。まあ、西日本やったら夏場、
春先澄んで初夏から夏にかけてっていうのはどうしても細かいベイトが瀬戸内とか岸際は細かいベイトが多くなるんで、そういう時にはやっぱりこういうライトなジグをしっかり操れる、そういうロッドが1本あると全然違うんで、今までの怒りでできるかしたらできんことはないんやけど、やっぱりオーバーパワーっていうところがあったんで、まあそこをカバーして、でいろんな方に楽しんでもらうためのライドジギングロッドとして一から開発させてもらって今回リリースで、正式な発売は来年の春なのかな、確か。おっしゃ当たった、おっしゃいい当たりやったよ今。おおおお、行くやないの、いいよいいよ、これがライトジギングの楽しいところ。おおいいよ、おれ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 、ちょっとドラグ緩めとこうか、はい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 、いいよ、うん、いいねいいね、リアの柔らかい軽い服やったら怖いから優しいファイトしてますけど、ちょっと食い方的にはフロントに回ったような食い方やったから全然フロント食ってると思うんやけどね。これが一番の曲がり、待っとったらこう上がってくるからその分を巻く、待っとったら上がってくるからその分を巻く、無理なファイトをしずに楽しむのが一番。いいね、いや楽しい、やっぱライトジギングってこれやわ。お、青もんや、青もん、青もん来た、青もん来た、青もん来た、ネットいい、ちょっと待ってよ、もう上げます、イエーイ、かわいいけど来たよ。やっぱ回り込んで食った当たりがコンと入ったから、うん、狙い通り狙い通り、はい、かわいいけどこれ楽しいよ、夏はこういうライドゲームも楽しいからね。このサイズはちょっとねかわいいんでリリースしますね、ありがとう、ほいっとー、大きくなってでかいの釣ろう、よし食った、いいよ、今のは楽しいよ、ボトムからのは。これも青もんやと思うわ、引きが、はい、リーダーです、はい、ひらごー、うー楽しい、はい、出ます、はい、すいません、ありがとうございます、はい、2本目、いいね、もう横具合でガッチリ、これ本気食いしに来てるやつやね、ほれバッチリ食いに来てるやつ、はい、ボトムからのいい感じ、追いかけてきてドーン食いやったね、今のバイトシーン絶対取れてるからいいよ、これがライトジギングの楽しさ、よし食った、ポールの当たりが怪しいなと思ったところで一回待って聞いて合わせる、ポールの当たりがきっちり取れるから、やっぱりこのサーバー何がすごいって、そこが一番すごいかな、はい、すいません、お願いします、ありがとうございます、リア食ってたね、ホールデナー当たりやから、はいはい、3つ目、はい、いいところ、下で餌一生懸命食ってるんやろね、はい、ありがとう、大きくなったよ、やっぱりね、ライト、まあ、あのサイズのヒラマサであってもよく引いてくれるし、でそれをきっちり曲げて待ってたら竿が起こしてきてくれて、それを巻き取る、で竿を曲げながら楽しいファイトが、スリリングなファイトがよりできるっていうのがこの怒りの新しい1番で、スピニングで言えば 1.5 番っていうふうになってますんで、ぜひとも体感しな、損するよこれは。軽くなった全体が、
変化がなくなってきた。よっしゃ、食ったー。はい、すいません、ありがとうございます。よいしょ。はい、今のいい誘い、塩たるい中での誘い、こんなこともできるのがライトジギングロッドで、怒りの一番。